FFVSJ22 は第二次世界大戦中に作られたスウェーデンの戦闘機である。1942年9月21日に初飛行した。第二次世界大戦に際してスウェーデンは中立を保ったが、隣国のフィンランド、ノルウェーが戦争に巻き込まれるのを見て、空軍力の整備に努力しなければならなかった。 アメリカやイタリアからの戦闘機の輸入も必ずしも順調に行えなかったため自国での軍用機開発が試みられた。一つは FFVS 航空庁国立工場の J22 であり、もう一つがソブ社の J21 である。FFVSJ22 は交換骨組みに合張りの片持ち低翼単用の機体に プラットホイットニーツインワスプを無断でコピーしたエンジンを搭載した。バルティ社に技術習得に行っていた技術者ルンドベリが設計を行った。千張り気球のエンジンで時速 575km の最高速度というかなりの高性能機で報道ではエンジン張り機に比率して世界最高速の航空機と呼ばれた。 戦後のスウェーデンの航空産業の発展のもとになった機体である。第二次世界大戦勃発時にスウェーデン空軍は多数の時代遅れとなったグロスターグラディエーター複用戦闘機を装備していた。戦力増大のためにスウェーデンはアメリカ合衆国に120機のセバスキー P-35 と144機のバルティ P-66 ヴンガードを発注した。 しかし、1940年6月18日に、ドイツがノルウェーを占領すると米国は、イギリス以外の国への武器輸出禁止を宣言し、その結果スウェーデン空軍は突然近代的な、戦闘機の不足に直面することになった。数カ国の代替品が考慮されたが、フィンランドの v ルミルスキと、ソビエト連邦のポリカルポフ I-16 は、不満足である、一方、 大日本帝国の霊式艦上戦闘機は入手可能であったが日本からの輸送は非現実的であった。結局はイタリアのフィアット CR-42 ファルコ服用機とレジアーネリ2000ファルコが一定数購入されたが、これは明らかにその場しのぎでしかなかった。空軍が深刻な航空機不足に直面している一方でソブシ社は 単発のサーブ17と総発のサーブ18、爆撃機の生産のために総力を上げて創業中であったため、ボールンドベリ式の下で新たな組織と工場、クングリーガフライグフォーベルトニンガインズ、フライグバークスタッド、アイストックホルムが設立された。J22 と命名された、この航空機は、構成やフレームに、合反性外反を貼った、単用機であり、 主翼と胴体の構成は保守的なものであった。後方に引き上げられて完全に胴体内に収納されるトレッドの狭い主脚は1935年のパラソル型主翼を持つ単用戦闘機のフォッケルフ FW159 にいくらか似ていた。エンジンは当時はライセンス生産権を得ずに製造した。 スウェーデン製のプラットホイット 2ER-1830 を使用していたが、ライセンス代は後に支払われた。J22 は1942年9月20日に工場の所在するブロンマ飛行場で初飛行し、1943年10月にはヨーテボリの第9航空団に収益した。最後の198期目は1946年4月に、 納入された。J22 の部品製作には500社以上が関わっていた。第18航空団の J22、J22 は、パイロットたちには好評で、良好な機動性と反応の鋭い操縦性を有していた。地上姿勢での視界はもう少し望むべくものがあり、オリンがロックされないまま離陸中に、走行可能な状態にある場合は、グランドループに陥りがちであった。 ノースアメリカン P-51 マスタングとの模擬空戦では高度5000メートル以下では引けを取らない実力を持っていたが6000メートル以上になると高性能のスーパーチャージャーを備えていなかったために劣勢となった J22 のパイロットであったオベ・ミュラー・ハンセンは自分が操縦した中では最良の航空機の一機であった操縦応答制と 全般的な取り回しは、文句なく素晴らしかった。高高度戦闘機ではなかったが、高度5000メートルまでであれば十分に渡り合えた。我々は P-51 マスタングと模擬空戦を実施したが、P-51 は4000メートル以下では我々を補足できず、それ以上の高度となるとこちらは十分慎重にならざるを得なかった。高度6。 零零メートル以上では手こずるようになり、九千メートルになると余剰出力はほとんど残されておらず、直進飛行では通常は問題なかったが旋回するとストールを起こした。もし旋回しようとして操縦管を急激に引けば背面飛行に陥ることもあった。初期の 22A の火力は十分とは言えなかったが、22B では改善された。と術壊している。 J22 は、その簡便な構造により非常に整備や修理が容易であった。出力7 9 5ットのエンジンから時速5 7 5トルを発揮した J22 のことを出版物では、同級エンジンを搭載した中で、世界最速の小型戦闘機と呼んだ。J22 の搭乗員たちは、非常に狭い銅器のトレッドをもじって、これを遠い側面に、 同級のトレッドを持つ中で世界最速と言い換えた。J22 は1952年に退役した。3機の J22 がスウェーデンの航空博物館に収蔵されている。L を描かれた第3航空団マルムスラットのマーキングを施された情景の写真の機体はリンシェーピング近郊の丸面にあるスウェーデン空軍博物館に展示されている。出展。 ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エア・クラフト1953-54諸言性の武装。ありがとうございます。